全員、全員育ちの大井月解体門1、2、3、はい、待て、はい、3、はい、待て、はい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 、鉄椅子、踏み出した瞬間に体をしっかり下がりましょう。2、3、1、待て、ここから、はい、そう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 、2、3、はい、待って、構えを取った時にちょっと肘上げながら構えを取らない、今脇を逆に締めとかもね、下段払いでも何でもそうですけど、だって脇を相手に見せるっていうのは基本的にないです、まあ、脇の下っていうのは皆さんあんまり意識しないと思いますけど、まあ、体温計とか測ったりとかしますけど、要はここにまあ血液がたくさん流れて、そこを攻撃されると、まあ、ダメージが多く、まあ、与えられてしまうっていう箇所なので、こういうふうに脇を当てないように脇締めて、そこから
道場くんでですね、木に橋かに瓶なることっていう言葉がありますけど、こういう時にパッと動けるようにします。